し、野村家の庭園は当時の武家屋敷を彷彿とさせてくれます。上段の間、月書院から眺める庭園には、多宝塔、西の館、各地の夏の道路、六尺に及ぶ雪見道路を配置してある、桜見た目の大掛橋もよくとれ、北国のこの地方では、庭園は丸ごと詳しい、樹齢400年余りの山本の小町並みです。野村伝兵衛が、おそらく、前田利家と同じ、大井への交通を兼ねて、改めたと思います。これらの古木を見つけ、名作、史跡が配置されており、濡れ縁に迫る作品、ラッキーの妙は、まさに、古木遠心のみの、金の庭の代表作です。庭園に佇むと、沢文化の深さ、重みを感じさせてくれます。野村家の初代は野村伝兵衛信忠長信氏、原薩摩藩の藩主と前田利家順と同じ大井の出身です。栃山の庭園として各地を転戦し、今からおよそ400年前の天正11年、神奈川城に入城して薩摩藩の礎を築いた唯一の藩主です。どちらかは800年、武家制度の改革によってこの長町一帯は屋敷の外郭や土塀だけを残して果樹園となりましたが、野村家の庭園は未だに半世紀時代の面影をとどめています。この間幾度か住民を変えましたが、昭和初期に入って我が大正時代、旧橋立村で北前船として通称していた久保木小兵衛の豪邸の一部を移築して現在に及んでいます。大変に照明をつけないこの地区は、大きく人間の感じが、特に大きなものがあったのを感じているとおりです。武家屋敷頭を奥深い庭に住まれ、そしたら神で安全を支えた東京の館から、先人の歩みに、今更にもなる時代の流れ、その先進様子、身近に感じられる、沢文化の存在です。
今の地図は神奈川県という長い地に代表されます。それを見せつくのを隠す岩の水の地域では日本の場合私は良い方法であったのではないかと。東大の山今は神奈川代表県方面に佐々木先生による代表県です。神奈川のお答えです。きれいでいいよね、これ。上の方のお花が本当に。Thank you.